さこんにちは、さゆたかさん、はい、今日は久々ゆたか園をちょっとやりたいなと、はい、本当に食いたいな焼肉屋さんみたいな焼肉園、ね、焼肉園そうそう食べたいですけど、ゆたか園、はい、前回から始まりまして、最初の動画は、まあ、最強の2番バッターは、うん、誰だ、それはまあ新旧両方とも豊さんにあげていただいたんですけれども、はいはい、ちょっと好評だったので、うん、じゃあじわじわと俺の耳には届いてないか結構ね、どちらかというとウサギとカメさんであれば、カメのようにちょっとずつ動画が、そうだ、ね、はい、回り始めているという。なので今日は、はい、1番バッターを取り上げたいと思います。あー、来たね、1番。これはまあ野球でいうところの1番バッターというと、はい、豊さん、はい、これはこれはね、うん、もう出塁率だよ。もうこれしかない。これ上にいかに出れるかだよ。ヒット等がゴロ等がフォアボールだろうが、うん、何だろうが塁に出る選手、もうとにかく塁に出る。あ、これが4割以上超えてると最高の1番バッターだね、出塁率が。そしてもちろん走れるっていうことも含まれます。まあ走れたらいいよね。あ、だから長打もあったらいいよね。はい、うん、そんな選手はいないよね、なか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 、まあ、なかなかいないけど、はい、やっぱり1番を打つんだったら、うん、そう3割8分から4割以上の出塁率は欲しいね。欲しいですか。欲しいよ。あ、それ4番にクリーンアップに直結するじゃない。まあそうですよね。そこで帰ってきてホーム踏むっていうことですもんね。で得点が100以上、100以上、はい、うんうんうん、だからそのぐらいは記録してほしいよね。そうか、そういうことになってくるんですね。そう、じゃあゆたかさんが、まあ、新旧で昔の1番バッターと今の1番バッターも役割っていうのはそうそう変わってないですか。まあ、2番バッターはね、あの役割違いますけど、だからチームの質だよね。うん、豊さんがじゃあ1番バッターでポンと昔の思いつくっていうと誰になるんですか。もうね、うん、これは一人しかいないよ。どなたですか。福本豊、最高の1番バッターだから。いわゆる世界の盗塁王。世界の盗塁王、あ、福本さん、プロ野球歴代で最高の1番バッターだよ、はい、今まで歴代で最高の1番バッター。これなぜかというと、やっぱ3割も残すし、100盗塁するし、シーズンでホームランも打つしね、で2盗3盗もできるし、最高の1番バッターだよ。あ、そうなんですね。そうそう、福本さんでも1番でずっと定着してたんですか。何番か。いや、もう1番。ああ、そうだったんですね。完璧な1番。フォーボールももちろんその選んで出られる選手もちろん最強ですね。でもフォアボールは少なかった。なぜかというと、はい、出したら走られるから。だから全部甘い球でもいいから絶対フォアボールだけは出すなって言われた。だから勝負行くから3割打たれる、はい、じゃあ2番バッターに箕田さんっていうのがいて、はい、トリプルスリーやってるんですもう、すごい、半端ないんだよ。その1番が。でそこにやっぱ福本さんが一番で君臨してるっていうのは厄介だよ、うん、ピッチャーとしては投げる球が本当限られてくるし、さらにその甘い球投げたら打たれるし、まあ出られちゃいますよね。出られるね。あ、やっぱね、福本さんっていうのは気持ちも強かったんだよ、はい、弱気にはなんない人でさ、うん、日本シリーズでね、頭にデッドボールパーン当たったんだよ、はい、翌日出てきてカーンヒット打つからね。いや、まあそれがすごいのかって言ったらね、分からないかも分からないけど、残像って残ってんだよ。ヘルメットが割れたんだから。でも次の日出てきてヒット打つ、残像が残ってるけど、もうそれを振り払って打ちに行けた人なんだね。だからチームにも勢いがつくし、だから最高の1番バッターだ。だから福本さんがもう出てきたらもう誰もいないもん。誰もいない、1番で語る人が。あ、そんなにですか。いや、そのぐらいやっぱすごいバッターだったし、はい、一番バッターだったよね。でもね、俺らがやってる時は誰がじゃあ良かったかって、うん、吉彦さんだな。あ、そんな、やっぱね、勢いがあるよ、あの人には、うん、遊びもそうだけど確かに両方も半端ないく勢いがある。もうとにかく初球から勝負。あ、そうなんですね。あ、もう来いみたいな感じで、うん、で、塁に出たらもうあの人500盗塁ぐらいしてるでしょ。だ、走ることも長けてるし、はい、ね、チームに勢いをつける、うん、そういうなんか雰囲気すらあったんだよね。あ、だ、そういう意味ではすごいいい1番バッターだったよね。そうですよね、うん、あとはやっぱこう
近代に近い、はい、近代野球に近いのは真由美さん、あ、阪神が85年に優勝した時の一番バッター、はい、30本打つという、すごい一番だけれども、お前最初にさプレーボールから30本打つやつがあって立ってみ嫌だからなんかいきなりクリーンアップから始まるの、そうだ、その後50本打つやつが並んでるから、ね、そうですね、ちょっと待ってくれよみたいな、はい、そんな感じだよ。だから真由美さんっていうのはその盗塁とかそういう足という面では少しは劣ってたかもわからないけど、はい、他の球団のね一番バッターよりも、だけどもホームランという意味では怖さあったよね、うん、だから先に挙げたまた2選手とはちょっと違う意味での一番、ちょっとまた違うよね。だから、まあ、当時松本さん青い稲妻とか、はい、で吉彦さんとか、はい、まあ、俺とかね、はい、はいたよね。だからこの3人は盗塁を取ってるからね、まあ、セリーグでそうだよね、セリーグでね競い合いながら、あとパリーグ の, あの黄金時代の西武の西武は石井さんとか、はい、うんうね、とか、まあ、辻さんもそうかな、うん、一番打ってたり、まあ、平野さんとか、あ、平野さん、はい、まあ、そこそこ一番候補はたくさんいたよね。やっぱり勢いのある選手たちが一番に来るっていう感じ、そうだ、ね、ですよね、勢いづける。だから性格的なものもあるよね、うん、一番バッターがおとなしくさ、うん、こんなって立たれてたらさなんだこのチームと思うよな。弱く見えます、ね、やっぱ顔だからさ、うん、あ、まあ、切り込み隊長って言われるぐらいの、はい、隊長じゃなきゃいけないんだよ、うん、だからそういう意味では、うん、ベイスターズの桑原、あ、うってつけですね、もう二等兵が立ちましたみたいな感じで立つじゃない当たってでも出ます、当たってでも出ますなん、はい、とかしますみたいな、うん、ね、ただ技術的にさ、はい、やっぱフォアボールが取れないんだよね彼は。あ、そこがちょっと弱いところ、ちょっと弱いところだけども技術的にはやっぱり一番、うんうん、切り込み隊長まで以外に二等兵ぐらい切り込み二等兵ぐらいでいいと思うよね、うん、だからなんていうの、優勝した時の阪神の真由美さんに似てるのは、はい、塩見、あ、ヤクルトの、あ、トラノは3本、はい、だから3本目は自分じゃないと思ったらしいけど、はい、うん、いやだけど塩見ね、能力的には、はい、いやだけど真由美さんとは違って走れるからね塩見、そうですね、だから今最高の一番打者っていうのは、うん、まあ、近本もいいんだけど、はい、やっぱ塩見だろうね、あ、打てるし走れるし、ただね塩見の欠点は、はい、タイプ的に、はい、プレーボールかかりました、うん、じっくり見ていきましょうっていうタイプじゃないんだよ、全球見せましょうみたいな、チームメイトにどんな状態か、ほら行くぞみたいな、うん、初球からどうも行ったらみたいな、うん、え、どんな球投げんのこのピッチャーみたいなそういうことがあるんだけど、はい、だけど今やっぱり一番怖くて最高のバッターはセリーグでは、はい、うん、そうだな、塩見かな、あ、やっぱ勢いもあるし、もう爆発力というか、あるね、があるっていう、まあ、丸も一番で定着すればね、出塁率の高い一番だから、うん、それはあの良しとしても、はい、やっぱ塩見ほどの足がないよね、あ、そうですね、うん、そこは、うん、でパ・リーグは三森、はい、三森選手、はい、うん、ソフトバンク、うん、はい、まあ、高部っていうのが出てきて、はい、高部も足あるし、うん、バットコントロールいいし、うん、ただフォアボールはちょっと少ないよね、あ、だ、三森っていうのはパンチ力も出てきてるし、うん、足も速いし、うん、バットコントロールも長けてるし、うん、だからすごくいい一番バッターになるだろうなっていうね。楽天の西川選手、まあ、日本ハムにいましたけど、これ足がちょっと衰えてるな、疲れですか、どっか怪我とかなんかあるんですか。いやー、結構刺されるようになったね、まあ、まあ、マークされてるのかもしれないですけど、まあまあまあ、マークはされながら走ってたんだけどさ、はい、今までも、うん、まあ、西川も悪くないよ、うんうん、フォアボールもしっかり取れるしね、はい、ただあの性格的に行くぞっていうタイプじゃないんだよ、俺は行ってきますみたいな俺は行ってきます、みんな行くぞっていうタイプじゃないんだよ、僕はちょっと行ってきます、そういうタイプ、こう引っ張るタイプじゃないんだよね、そうそうそう、僕行ってきます、自分はちゃんと仕事してきますそういうタイプ、だけど桑原は行くぞって言って、うんうん、いやお前二等兵にはついていけねえみたいなでも一人張り切っちゃうからね、そう、広げ一人張り切っていい、うん、でもあの精神はなんか俺はついていこうと思うけどね、あ、ね、いいですよね、うん、だから塩見は、うん、行きますよみたいな、いいですかみたいな行きます行きますみたいなこんな感じでこう引っ張ってくれる、はい、
で近本がどちらかというとやっぱこうおとなしいじゃない西川タイプなのかなっていう、みんな行くよみたいな、はい、そんな感じでやってくれるとさ、うん、なんかこう引っ張られるように行くかもわからない。あでもそれぞれの選手本当全然タイプ違いますね。タイプ違うんだ。今の方がタイプ違う一番バッターって多いかもしれない。多いかもわからないね。昔はやっぱ福本さんっていうのが理想があったから、うん、それにこうつなげようとしてたよねみんなね、はい、うん、だから同じようなタイプがいるんだけども、いつからか変わっていったんですかね。やっぱ真由美さんの一番をずっと使い続けてから、はい、あの一番もありだなっていう風になったわけ。あそのまあ打てるというか、うん、先頭バッターホームランもあるような。で松本剛ね、今そうです今来ました。はい松本剛、うん、日本ハム、もうやまあいいよねいやだけど今まで実績がないからさ、まあ、今年そんなに、はい、でも今年ブレイクしてるから、はい、得点圏打率とか今の時点でトップですもんね。そうそうそう確か。だから松本剛はどちらかというと返してくださいねみたいな、あ出ますよ出ますよ返してくださいねみたいな本当に僕が出ても返してくれますかみたいな、続いてくれます、僕は出ますよみたいな感じのタイプなの。まだそれぞれ性格が、いや多分そうなんだよね。あ、うん、だから非常に面白いよ、そういう性格を見ながらね見てるとですよね、うん、で巨人今丸選手で落ち着いてますけれども、うん、一頃は本当にその松原選手吉川選手の 1,2 番コンビで、うん、これもまた丸選手とは全然違うタイプの違う。松原はみんなにケツ叩かれて、うん、行ってこいみたいな感じだよお前ちゃんと行ってこいよみたいな感じだよ分かりましたみたいなそんな感じだよ。だから可愛がられてる一番みたいなそんな感じしますよね。だから引っ張るっていうことではない、うん、ケツ押されてお前出ろよこの野郎みたいな、うん、そんな感じの一番バッター。各チームすごい面白いですね、一番バッター探っていくと。だから俺はなんか広島の一番は堂林でいいんじゃないかなと思うんだよ。あー堂林選手行きますよみたいな、もう上品ですね、なんか上品なタイプでしょうん、うん、行きますよって、私が見せますからねそんな感じなの。ぽいぽいぽいそうだろ、うん、彼は今年調子がいいし、はい、あ一番バッターで固定するとどうなのかなって。まあ野間でもいいんだけど、うんうん、だ野間はなんか自分のことで一生懸命っていうか、はい、うん、余裕があるのはまだ堂林の方があるかなっていうチームをね、うん、見たい見せますよ追い込まれてからでもいいですよ上品だな上品だ、はい、プリンスですもんね。そうそうそう。でそのまあ今の西武は一番バッターがやっぱりなかなか定着しないというか。そうだな、うん、やっぱそのチームの最初の顔となる引っ張るような選手がなかなか定着しないっていうのはやっぱだから苦しいっていうことなんですね。まあ、やっぱ苦しい。やっぱ一番はやっぱ出塁率が高くて、うん、向こうと一番最初に対戦するバッターだけに、うん、やっぱなんかこうパンチが効いてるやつがいいよね、はい、こいつのインサイドは当たるから投げにくいなとか、うん、もうそれだけの特徴でもいいんだよ、はい、一番バッターとしてはね、うん、だからそういうなんかこう特徴的なものがあると相手にとっては嫌だよね、うん、そうですね。逆にじゃあ一番バッターに不向きな選手とかってどういうタイプになるんですか。小林でしょ巨人の